アトランタ方面作戦、アトランタ方面作戦、アトランタ方面作戦、A、アトランタキャンペーンは、1864年の夏に、南北戦争の西部戦線で、ジョージア州北西部とアトランタ周辺で行われた一元の戦闘である。最終的にアトランタが陥落し、終戦への道を歩み始めた。アトランタ方面作戦は1863年11月の、 第三次チャタヌーガの戦いに続くものだった。チャタヌーガは南部への入り口として知られ、その占領で門戸は開かれた。ユリシーズ・グラントが北軍全体の総司令官に昇進し、お気に入りの部下であるウィリアム・シャーマン少将に西部軍指揮を任せた。グラントの戦略は他方面から南軍に圧力をかける協調戦略だった。グラント、 ジョージ・ミード及びベンジャミン・バトラー、フランツ・シーゲル、ジョージ・クルックとウィリアム・ワブレルはバージニア州に侵攻し、ロバート・イーリー将軍に対抗する、ナサニエル・バンクスはアラバマ州モービルを占領する一方で、シャーマンはジョージア州に侵攻し、ジョセフ・ジョンストン将軍の軍隊を破ってアトランタを確保し、ジョージア州と南部の中心を撃つという任務を与えられた。 この方面作戦の開始時点で、シャーマンのミシシッピ軍事地区軍は3つの軍隊で構成されていた。ジェームズ・マクファーソン少将のテネシー軍、グラントの時はシャーマンが率いた、ジョン・マカリスター・アスコフィールド少将のオハイオ軍、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将のカンバーランド軍だった。マクファーソンがアトランタの戦いで戦死した時、オリバー・オー・ハワード少将が公認となった。 シャーマンに対抗する南軍のテネシー軍は、当初ジョセフ・ジョンストンが率いていたが、方面作戦の途中で解任され、ジョン・ベルフット中将が引き継いだ。資料によれば、作戦の開始時点で、シャーマン軍の勢力9万8500名に対し、ジョンストン軍5万名とかなり差があったが、シャーマン軍は気急した兵士のために減っており、逆に、ジョンストン軍には、 アラバマ州から1万5千名の援軍が届いた。しかし、6月までにシャーマン軍にも次々と援軍が届き、総勢は11万2千名にもなった。ジョンストンは、戦闘で重大な結果が生まれる前にその軍隊を後退させるという評判がある、守り重視の将軍だった。このことは1862年の半島方面作戦で、ジョージ・マクレラン軍と対抗した時確かに、 実行されていた。しかし、ジョージアではマクレランよりも、はるかに攻撃的なシャーマンと対峙した。この方面作戦の間、ジョンストン軍は何度も、強固に守りを施した、残豪戦を選んだ。シャーマンはこれら陣地の大半に対して自殺的な、正面攻撃を行うことは手堅く避け、その代わりに、チャタヌーガからアトランタまで進行しながら防御戦に、対する、回り込みを続けた。 シャーマン軍が防御線に対して回り込むと、ほとんどの場合、ジョンストン軍の左翼に回った。その度に、ジョンストン軍は、新しい防御陣地に交代した。両軍は供給線として、鉄道を使っていたが、ジョンストン軍は、アトランタに近づくにつれて、その供給線が短くなり、逆に、シャーマン軍は長くなった。アトランタ方面作戦では次の戦闘が行われた。 ジョンストン軍は長く高いロッキー・フェイス・リッチの山と東のクロー渓谷を越えて残豪線を敷いた。シャーマン軍は接近していくと、その陣地に対してはカンバーランド軍とオハイオ軍で事業を行い、一方テネシー軍はスネーク・クリーク峡谷を抜けて右方へ進みれ坂でウェスタンアトランティック鉄道を攻撃することにした。カンバーランド軍とオハイオ軍はバザード・ルースと ミルクリーク峡国とダグ峡国で敵軍と交戦した。この間に、マクファーソン指揮下のテネシー軍がスネーククリーク峡国を通過し、5月9日にレサカの郊外まで進軍し、そこに南軍が残豪戦を敷いているのを発見した。敗北を恐れたマクファーソンはスネーククリーク峡国まで交代した。5月10日、シャーマンは自軍の大半を率いて、 マクハーソン大任合流しレサカを奪取することに決めた。翌朝、ジョンストンは、シャーマン軍がロッキーヘイスリッチの前面に布陣していたところから、苦悩を見て、自軍も南のレサカに向けて交代した。北軍は、レサカ周辺の南軍がどこに配置されているかを突き止めるために偵察した。5月14日に、全面的な海戦が起こり、北軍は、ジョンストンの右翼を除いて、 全体的には撃退された。南軍右翼についてもシャーマンはそこに付け込もうとはしなかった。5月15日、戦闘は継続し、両軍ともに正気を見出せなかったが、シャーマンは、ジョンストン軍の鉄道供給船の方向にある、レイズフリーに一部隊を送ってウスタヌラ側を渡らせた。ジャクソンは、北軍のこの動きを止められず、後退を強いられた。ジョンストン軍が南に後退し、 シャーマン軍が追った。ジョンストンは、カルフーンの南では適当な防御陣地が見つけられず、アデアーズビルまで交代を続け、その一方で、騎兵隊が巧みな公営を務めて戦った。5月17日、オリバー・オ・ハワード少将の第4軍団が、アデアーズビルの北役に参るまで進軍している時に、南軍ウィリアム・ J ・ハーディ中将軍団の残酷に入った、不評隊に遭遇した。 北軍三個師団が戦闘の準備を整えたが、夕暮れが近づいたために、ジョージ・トーマス少将が止めた。続いて、シャーマンがアデアーズビル地域に全軍を集結させ、翌日のジョンストン軍攻撃に備えた。ジョンストンは、当初からアデアーズビルの警告はその部隊を配置するに、適当な広さで、側面は丘で保護される場所と予測していたが、その警告は広すぎたので、 廃人を解いて、さらに交代した。5月19日から20日に、ジョンストン軍がアラトゥーナパスまで交代した後で、シャーマンはそこで、ジョンストン軍を攻撃することはあまりにも犠牲が大きくなると判断したので、ジョンストン軍の左翼を回り込みダラスの方向に密かに進軍することにした。ジョンストンは、シャーマン軍の動きを予測し、ニューホープ協会で北軍と返した。 シャーマンはジョンストンがほんの一部の部隊を送ったと思い込み、ジョセフ・フッカーの軍団に攻撃を命じた。この軍団は大きな損失を受けた。5月26日、両軍はそれぞれ残豪に入った。シャーマン軍は南軍の前線に探りを入れた。5月28日、南軍ハーディ軍団が北軍ジョン・エイ・ローガン少将が守る北軍防衛線に探りを入れ、 弱点につけ込むか交代の可能性を探した。戦闘は2箇所の異なる地点で続いたが、南軍が大きな損失を出して撃退された。シャーマンは、ジョンストン軍の前線周りを探索し続け、6月1日に、その機兵隊がアラトゥーナパスを占領したがそこは、鉄道があり、それで自軍の兵士と物資が鉄道で運ばれてくることを、可能にした。シャーマンは6月5日に、ダラスの その前線を放棄し、アラトゥーナパスの鉄道終点方向に移動し、ジョンストン軍がその後を追随するようにさせた。ニューホープ協会での敗北後、シャーマンはハワードに、ジョンストン軍の露出していると見える右翼への攻撃を命じた。南軍は攻撃に備えており、支援部隊が現れなかったために、北軍の攻撃は策通りに進まなかった。南軍は、 大きな損失を出させて撃退した。シャーマンは6月9日にマリエッタ地域でジョンストン軍が残酷戦を敷いているのを発見すると北軍の前線を展開させて南軍を囲むようにし南軍をいくらか交代させて新しい陣地に退かせた。6月14日敵上視察に出ていた南軍のレオニダスポーク中将が砲弾に当たって戦死した。 6月18日から19日、ジョンストンは包囲されることを恐れ、以前に選んでいた、ケネソーさんにまたがる新しい陣地に事業を動かし、マリエッタの西まで、古城の残酷戦を敷き、その供給船である、ウェスタンアトランティック鉄道を守った。シャーマンはこの陣地にいくらかの攻撃を行ったが、成功せず、最終的にその前線を右方に伸ばすことで、7月2日から3日に、かけて、 ジョンストン軍にマリエッタ地域からの撤退を敷いた。ケネソーさんにまたがり南に伸びる南軍の残酷戦と向かい合ったシャーマンはその前面は固定させ、右翼を伸ばして南軍側面を包み込ませ、鉄道に脅威を与えた。ジョンストンは6月22日にジョンベルフットの軍団を左翼から右翼に動かすことで反応した。 フットはマウントザイアン協会の新しい陣地に到着すると独自で攻撃することを決めた。フットの意図に気づいた北軍のスコフィールドとジョセフ・フッカーの各将軍は残酷に入った。北軍の砲撃と湿地の多い地形のためにフットの攻撃は挫折させられ多くの損失を出して交代した。ここで勝利したもののシャーマンの包み込み作戦は束の間のことで失敗した。 この戦闘は、方面作戦における、シャーマンの方針だった、正面攻撃を避け敵の左翼に回り込むというものの、唯一の例外だった。シャーマンはジョンストンが、ケネソーさんに敷いた前線が非常に薄く伸びていると確信し、側面への陽動攻撃とともに、正面攻撃を行うことに決めた。6月27日朝、シャーマンは、 攻撃を行った後で部隊を前進させた。当初、バーンとヒッコリー道路の南の全勝を追い落とす勢いだったが、号に入った敵を攻撃することは効果が薄かった。戦闘は正午までに終わり、シャーマン軍は大きな損失を受けた。ジョンストン軍はアトランタの北約3マイルのピーチツリー、クリークの南に退いた。シャーマンは自軍を3体に分け、 トーマスのカンバーランド軍を北から移動させてアトランタ襲撃に向かった。ジョンストンはトーマス隊を攻撃することにしたが、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは、ジョンストンを指揮官から解任し、フットをその位置につかせた。フットはトーマス隊がピーチツリー・クリークを渡った後でこれを攻撃した。様々な場所で北軍の部隊を圧倒するような決死の、 攻撃が行われたが、最終的に北軍が持ちこたえ、南軍が交代した。フットは、マクファーソンのテネシー軍を攻撃することに決めた。夜の間に、アトランタの外角線から、内側の防御線まで主力を退かせ、シャーマン軍をおびき寄せた。その間に、ハーディ軍団を15マイル迂回航軍させ、市の東で防御のない北軍左翼と後衛をつかせようとした。 ジョセフ・ウィーラーの騎兵隊ははるか遠くで、シャーマン軍の供給性を襲い、ベンジャミンカイチーザム将軍の軍団は、北軍の正面を攻撃することとされた。しかし、フットは、後軍に必要な時間を計算違いしており、ハーディ軍団は午後まで攻撃を始められなかった。フットはその間、シャーマン軍を翻弄していたが、マクファーソンがその左翼を心配になり、その予備隊であるクレンビルドッジの、 第十六軍団をそこに派遣した。フット軍のニコ師団がこの予備隊に遭遇し、撃退された。南軍の北軍公衛への攻撃は阻止されたが、左翼への回り込みを始めた。同じ頃、ある南軍の兵士が馬で戦闘を視察するために、乗り出していたクファーソンを射殺した。決死の攻撃が続いたが、北軍は持ちこたえた。午後四時頃、 チーザムの軍団が北軍の前線を突破したが、シャーマンの作戦本部近くにあった大砲の集中砲火で突撃が止ま。続いて、ローガンの第15軍団が反撃を行い、北軍の戦線を修復した。北軍は持ちこたえ、フット軍は大きな損失を出した。シャーマン軍はそれまで来たと、 東からアトランタに接近し突破することができなかったので西からの攻撃を行うことにした。マクファーソンの後を継いだハワードのテネシー軍に左翼から右翼に移動しイーストポイントとアトランタをつなぐ最後の鉄道供給線を遮断するよう命じた。フットはこのミサオ軍を見て取りスティーブン・ディー・リーとアレクサンダー・ピース・チュアート各中将の二個軍団を追って北軍の動きを阻止し、 絵面協会で打ち破ろうとした。ハワードはそのような動きを予測し、南軍の通り道にその軍隊の一個軍団を残壕に入らせて待たせ、決死の攻撃を撃退し、大きな損害を負わせた。しかし、ハワードは鉄道を遮断できなかった。同時に行われた北軍機兵隊2部隊によるアトランタ南での鉄道遮断の試みも失敗に終わり、 エドマンド・エム・マックックの一個師団は、ブラウンズミルの戦いで完璧に潰され、他の部隊も撃退されて、その指揮官、ジョージ・ストーンマンが捕虜になった。エルザ協会で、フット軍の左翼を包み込むことに失敗したシャーマンは、その後もその右翼を伸ばして、イーストポイントとアトランタを繋ぐ鉄道を攻撃しようとした。スコフィールドのオハイオ軍を左翼から右翼に移し、ゆとい、 クリークの北岸に送った。スコフィールド軍は8月2日にゆといクリークに達したが、カンバーランド軍第14軍団と共に8月4日まで空空を渡らなかった。スコフィールド軍は8月5日朝にその位置の利点を生かして活動を開始し、当初はうまくいった。スコフィールドはその後で部隊を再編しなければならず、その日の残りを費やした。この遅れのために南軍は 坂もぎで防御を強化することができ、翌8月6日朝に再開された北軍の攻撃速度を遅らせた。北軍は大きな損失を出して撃退され、鉄道破壊の目的もつえた。8月7日、北軍は南軍の主力前線に向かって進み残豪戦に入った。そのまま8月遅くまでそこに止まった。ウィーラーとその機兵隊が来た。 ジョージアを襲撃し、鉄道の線路や急物資を破壊した。8月14日の午後遅くにダルトンに接近し、守備隊の降伏を要求した。北軍は降伏を拒否し、戦闘が起こった。北軍守備隊は戦力が大きく劣っており、町の外の丘にある砦まで後退し、南軍の攻撃は深夜まで続いたが、そこを守り続けた。8月15日午前5時頃、 ウィーラー隊が撤退し、救出に来たジェームズ・スティードマン少将の不評と騎兵の部隊と交戦した。最終的にウィーラー隊が撤退した。ウィーラー隊が北ジョージアから東テネシーにかけて北軍の補給船を襲撃して、不在の間にシャーマンはジャドソン・キルパトリック巡将の騎兵隊を派遣して南軍の補給船を襲わせた。8月18日に進発して、 その夜にアトランタウェストポイント鉄道を襲い、小さな地域の鉄道軌道を剥がした。次にメイコンウェスタン鉄道のラブジョイ駅に向かった。その過程にあった8月19日、キルパトリック隊はメイコンウェスタン鉄道のジョーンズバラ供給所を襲い、大量の補給物資を焼いた。8月20日、ラブジョイ駅に到着し、その破壊を始めた。南軍の不評隊。 パトリック・クリバーン師団が現れ、襲撃隊は夜に入っての戦いを強いられ、最後は包囲を避けるために逃亡した。キルパトリック隊はラブジョイ駅で物資や線路を破壊したが、その鉄道は2日後には復旧した。シャーマンは文献隊を派遣して、フットの供給線を遮断したが、南軍もすぐにそれらを復旧させた。8月遅く、シャーマンは フットの鉄道供給線を遮断できれば、フット軍はアトランタを明け渡すしかないと考えた。それゆえにその軍の7個不評軍団のうち6個軍団を動かして補給線の攻撃に向かわせた。この軍隊は8月25日にその陣地を引き払って、ラフレディとジョーンズバラの間のメーコンウェスタン鉄道を襲った。この動きに対抗してフットはハーディに2個軍団をつけて、 これを阻止し可能ならば、北軍を回送させようとしたが、シャーマン軍が退去して、そこに移動しているとは認識していなかった。8月31日、ハーディはジョーンズバラの西で、北軍二個軍団を攻撃したが容易に撃退された。アトランタを攻撃されることを恐れたフットはその夜、ハーディ軍から一個軍団を戻した。翌日北軍1個軍団が、ハーディの前線を突破し、 ハーディ軍はラブジョイ駅まで撤退した。9月1日の夜、フットはアトランタを明け渡し、軍事物資や設備を焼いたので、市内は大火に包まれた。この火事のシーンが1939年の映画、風と共に去りぬに描かれた。北軍は9月2日にアトランタを占領した。シャーマンはフットの供給線を遮断したが、ハーディの軍団を崩壊させるまでには至らなかった。 シャーマンが勝利し、フットは南軍の中で最も向こう見ずに攻撃的な将軍としての評判を確立してしまった。この方面作戦での両軍の損失は絶対数ではほぼ同数である。北軍の総損失3万1687名、戦四4423名、負傷2万2822名、不明、または捕虜4442名に対し、 南軍は34,979名、戦士3,044名、負傷18,952名、不明、または捕虜12,983名となった。しかし、南軍の損失率を考えればはるかに大きなものである。フット軍は約3万名の軍隊でこの地域を離れ、シャーマン軍は約8万千名で占領した。シャーマンの勝利は、 当初の任務である南部のテネシー軍を崩壊させるに至らなかったので弱められ敵を逃したことで批判されてきた。しかしアトランタの占領は北部の士気を大きく上げることに貢献しエイブラハムリンカーン大統領を再選させる大きな要因となった。アトランタ方面作戦の後は北軍の主導で二つの方向に向かった。ほぼ直後には北西方向に フット軍を追跡したフランクリン・ナッシュビル方面、作戦、11月の大統領選挙後は、シャーマンの海への進軍続いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。